コリン・森川はリンクスへやってくると、それに応じたアイアンの準備をする。画像、お久しぶりの森田リ香子。楽しそうです。森川は、優勝した2021年、全英オープンを前に、ショートアイアンを P7MC へ変更した。P7MC は彼がそれまで使用していた P730 ブレードアイアンよりバウンスが少ないため、硬いリンクスのターフに向いていたのである。 彼がそれまで使っていたアイアンのソールでは、スイートスポットでボールを捉えにくく、それが変更を余儀なくしたのだ。3年後、森川はスコットランド特有のターフに対応するべく、再びアイアンを変更しようとしている。今年、テイラーメイド P730 ブレードのショートアイアン、7番、TW、p 7 m c のミドルアイアン、5番、6番、 そしてキャビティバック構造のテイラーメイドプロと4番アイアンを使用してきた。しかし、4位に入った先週のジェネシス・スコットランド・オープンを前に使い慣れたプロと4番アイアン以外は真新しいセットのテイラーメイド P7CB アイアン5番 TW に変更したのである。テイラーメイド P7CB アイアンは森川が使い続けてきたプロと 4番アイアンの完成形だが、このモデルは今のところ未リリースとなっているテイラーメイドによると、森川は2021年前、前衛制覇の直前に行った変更と同じように、ターフの違いに対応するべく、アイアンフルセットを新しい P7CB アイアンへ乗り換えたとのこと。森川は彼の海外での勝利の方程式を突き進めようとしている。 森川は通常使用しているテイラーメイド QI10 の5番ウッドに変え、より打ち出しが低く、プロジェクト X ハーダス105ハイブリッドシャフトの装着されたテイラーメイド P790 の3番アイアンをバッ